はね、オクトパストラベラーのちょっとゆるんとね、ツイッチってサムネ作らずにできるから、思い立った時にできるからね、ありがたいですね。あのニューゲームやっていきたいなと思います。おお、あーこれキーボードじゃなくてコントローラーの方がやりやすいか、もしや。これあー、ここまで戻っちゃった。オクトパストラベラーって結構タコが襲ってくるゲーム。ちょっとわかる。コントローラーって LR とかキャラクター、あ、ほんとな、よくわかってね。ハンイット消しかける、ほかおく、あ、26歳女性、君は深き森続くウッドランドチャンネル森ん村で、妻のカーディオやろうか。家の師匠は赤目と呼ばれる魔物を狩るため一年前に旅を立った、村を旅立ったきりだ。心配させてばかり、全く師匠は相変わらずだな。そんなある日、君は一頭守って、はいはいはい、一人一人ストーリーがあるのね。オフィーリア導く火星、20歳女性、君は雪降り積もるロストランド地方で聖火教会に神官として仕えてて、え、この人かわいい。20年に一度行われる式年放火の儀式、オムニバズ形式っちゅうやつや。あの短編集じゃないけどね、いろんなあれに近いんだね。そしたらあのちょっと順番とかはね決まってるんだけど、ドラクエのなんだっけ、導かれし者たちっぽいね。はは、一人目を選ぶ、一人目だけはパーティーから外せない、オッケー。式年放火の儀式、あ、4か、そうそうそう、それっぽい。その大役を任されたのは君の親友であり姉妹でもある人物だった。どうかあなたの旅路に聖火のお導きがありますように。あー、ちょっとさっさっと選ぶか。まあ男はなしとして偏った思想を持ってるね。コーストランド地方の港町、うん、商人、あー、かわいいね。わ、かわいいね。プリムロゼ。踊り子。あー、薬師。クス師かな？アーヘン。テリオン。あ、でもこの人かっこいいね。男。だが男でやる。あー、この人いいなー。この人でしようかな。姉妹っていう設定もなんか感情移入しやすそう。はい。めっちゃ難しいのから選んでたらやだな。ちょっとドキドキだな。あ。はい。どうぞ入って。え、フルボイスなのこれ。今日の良き日に。聖火のお導きがありますように。ボイスついてると思わんかった。すごい。今日の良き日に聖火のお導きがありますように。これ音量ちょっとちっちゃいかも。大丈夫かな。笑ってるねえ。ドット RPG でもやるの初めてかもな。あ、いや嘘だな。あー、天空の花嫁とか、あの辺はやったことあるか。まあ、あれはドッ、ハンドットかな。導かれし者たちがドットか。普通の朝の挨拶なのに、いつもと違う感じがしますね。出発の日が近いからかな。ちょっと緊張しているのかも。リオの？なんだっけ、あの式典みたいなやつね。大丈夫、私のことは心配しないで。ちゃんと儀式を成し遂げるから。あ、音量上げてます。そう、ちょっとごめんね。え、ガー上げるよ。ガー。20年前父様の儀式をやり遂げたわ。娘の私が失敗するわけにはいかないもの。え、お父様やってんな。え、どう？良さそう？インベーダーゲームのプロ。あれじゃん。あの、ドラえもんの初代ボイスだっけ？信代インベーダーゲームめっちゃうまいっていう知識しかない私、インベーダー。
リアナは本当にすごいですね。姉妹っていうのは、あ、妹って言ってた？え？ヨーセフ大司教様の娘としてずっと周囲から期待されています。うん、この前の信徒の皆さんへの講話も堂々としたものでしたし。立派なんだね、リアナ。今回の儀式だって一人で立派に果たそうとしています。そんなことはないわ、みんなのおかげよ。わあ、善人だ、眩しい。こうやってその内容をオフィリアが一緒に考えてくれたからできたことだし。あなたの力に慣れているなら嬉しいです。ありがとう、リアナ。仲いいね、浄化されるね、美しき世界って感じ。さあ、オフィリア、礼拝堂に行きましょう。ビス、行きます。うん、レーダーで次の目的地を確認。緑がメインストーリー、オレンジがサブストー、羽がセーブポイント、ビックリマークがアイテム、その他隣のマップへの出入り口。あ、レーダーは RB ボタンで。うーん、わかった。 RB ボタンってどこ？おお、すげえ。こういうとこ、とりあえずなんか探しちゃうのは FF をやったくせですね、これね。ファイナルファンタジーなんかこういうところをさ、通ると裏道があったりしてさ、宝を買ったりするよね。ドランクエではないんだけどさ。あ、すごいね、上手やね、落とし込むの。HD2D よな、めっちゃいいね。あ、世界を創造せし13チームの神々、そこに住む植物や動物、そして大地の主たる人を作った。だが大地を欲していたガルデラ神が他の神々に反旗を翻した。え、魔の力を司る神ガルデラに12チームの神々は苦戦を強いられる。この激しい戦いを終わりに導いたのが聖なる力を司る神エルフレイクである。エルフレイクが天より運びし、星の炎がガルデラの力を読め死の国へと封じた。あ、なるほどね、倒したわけじゃなくてガルデラは封じられたのね。マレちゃんの頭の後ろ、あ、確かにマレちゃんちょっと横になった方がいいか。と一回音ないないして、マレちゃんこの辺におるか。ネイティブです。この炎こそ魔に対する神聖なる火、オルステラの大地を照らす聖火である。3つぐらいまで減らしてもらえませんかね。確か覚えらんね、まあ、この世界の神話ね、こういう設定がちゃんとしてる作品私結構好き。うん、まあこの火が広島でいうあの平和の灯火みたいなやつね。戦争がこの世からなくなった時に消える炎みたいなあるんだよな。二人ともここにいたのか。あれって嵐の日はどう管理してるんでしょうか。パパ、ヨーセフ大司教様。父様ってことだよね。何か用事？そうだよね。いやいや、気にせんでくれ、そのままお勤めを進めなさい。え、この姉妹髪色めっちゃ必要やね。だからマレちゃんも一緒だから三姉妹だった。はい、わかりました。しかし、あ、でもオフィリアの方がちょっと明るいか。二人とも大きくなったな。パパ。オフィリア、君が私のところに来てから。あ、オフィリアだけもしかして養子かなんかなのかな。もうすぐ15年になります。15年か。大きくなるわけだ。リアナとヨーセフはほとんど一緒だけど、オフィリアだけちょっと金髪だもんね。孤児だった私を引き取って、あー、やっぱりそうなんだ、育ててくださった大司教様のおかげです。わー、はい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 、そういう感じね。本当に感謝しています。改まる必要はない、これも聖なる日のお導きだ。オフィリア、
私も父様もあなたの家族よ。わあ、リアナマジで家やつすぎるやろ。本当に家族が一緒に過ごしてきただけなのに感謝するなんておかしいでしょ。いやどういう気持ちなんやろうな。でもこう孤児でもらわれたっていう立場になるとやっぱり、でも15年も一緒にいたらもうずずしくもなりそうだけどな、マレちゃんだったら。リアナ、そうね、そうでしたね。ね、このままハッピーエンドだね。父様だって教会では大司教様だけど家ではのんきなおじさんですもの。だろうな。のんきなおじさんとはって厳しいな。まあみんなそうよな。仕事の時お勤めが忙しいのはわかるけど家のことは全然やらないんだもの。あ、ゴミかすか言ったん。少しは手伝ってほしいわ。家のことぐらいやれ。やれやれ、こいつはかなわん。聖火教会の大司教様も娘の前では肩なしですね。おひいりはでもなんか家族っていうよりもなんか一線引いてるような感じするな。まったくだ。さて、リアナ。はい。原初の洞窟へ行く準備は整ったのかな。洞窟、モンスター出てきそう。はい、もちろんです。モチのロンロン牧場すごいな。でもドット絵でなんか表情豊かに。洞窟の最後にある原初の炎。はい。その炎から授かりし種火を携え各地の教会の聖火を巡る。あー、マレちゃんもそれならヨーゼフパパ泣いちゃうね。絵のことがちゃんとしやいってなるな。それが20年に一度行われる式年奉火の儀式だ。ちょっと待って、嫌な予感するよ。旅に出る理由になるってことはリアナがどうにかなっちゃうってこと。町から一歩外に出ればそこには無法者や魔物が待ち受けている。そんなとこに送り出すの。各地の教会を巡る旅は危険を伴うものとなるだろう。いやよ、この子いい子やもんだよな。だがお前ならやり遂げられる。みんなもお前に期待しているぞ。まあそれだけ力を認めた上で出すってことなんだろうな。はい、父様、私もその期待に応えたく思います。20年前に父様が式年奉火の儀式をやり遂げたように。ヨーゼフさんも結構お年を召してお体があれなのかな。父様大丈夫ですか。大司教様。いや心配ない、私もそろそろ年かな。ヨーゼフ死なんこれ、大丈夫。登場人物全部殺そうとしてる。そんな弱気なことをおっしゃらないでください。大司教様から教えていただきたいことはまだまだたくさんあるのですから。そうです、父様、オフィリアの言う通りです。だから今日はお勤めを休んでゆっくり体調を整えてください。お家帰ったらお母さんいるのかな。でもリアナの口ぶれ的にリアナとオフィリアが家のことしてるっぽかったけどな。教皇聖火には私たちからお伝えしておきますから。では二人の言葉に甘えるとしよう。今日の礼拝の準備は任せたよ。はい、大司教様。じゃあ私は父様を部屋までお連れするわ。はい、リアナ、こちらは任せてください。はい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 。動かせる。さて、あ、礼拝の準備を始めましょうか。ここはボイスナイシなんだ。ストーリーのメイン部分にはあるのね。あら、あの子は何、ロリショタ、ロリ
フロリじゃない？あの、どうしたのですか？あ、ちょっと迷子になっちゃった。あー、ガキが泣いてるわ。今どこに行っちゃったの？ F、グー、うわー、ガキが。ほらほら、泣かないで、ね。一緒にママを探しましょう。しゃあなしな。本当？フグ、本当？本当に見つけてくれるの？フグショタ、安心して。ねえ、だから心配ありませんよ。礼拝の準備もありますが、いえ、まずはこの子のお母さんを探さないと。その後に急いでやれば間に合います。大事だね。人命救助じゃないけど。あ、なんか始まってね。主人公8にそれぞれが持つ特別なコマンドで状況を打開。Xボタン、Xボタンなんてないんだよな多分。これ思うに、あー、それじゃなくて、オプション画面はもう開けないのかな。進まないとダメか。導きますか。聖火の加護と祝福のあらんこと。導きはあなたに。フグ、本当？本当に見つけてくれるの？あ？そうですな。導いてる。話聞いてみる。話せない。この吹き出しがある人にしか話せないっぽいかも。ぽいな。もし誰？ええ。関係なさそう。動きすご。 B ダッシュできる。あっちゃん？はい。あー、聖火の話しかせんな。え、マジでグラフィックすごいなこれ。おまか。本は読めんのかな。読めないか。普段なんか緑のこれが出てるとこに行けばいいっぽいな。メニューね、多分まだ開けないのかも。あ、ここか。これさ、ボタン表示をさ、あ、変えられないか。ここでは Steam からやるのかな。あの Xbox のコントローラー表記だからちょっとボタンが分かりづらいんだ。おうほう、大聖堂へようこそ担当の人だ。おう、おもちゃの中から探し出せってこと。うん、誰だ。あ、スイッチだからか。ママ、ママ、この人。キが手離すんじゃないぞ、もう二度と。まあ、なんとお礼を申し上げればよいやら。まあまあ、ダメでしょ、勝手にいなくなったら。でも男の子ってマジで急に走り出すよ。ノラの子供ってどうか叱らないであげてください。きちんといい子にしてましたから。あー、すいませんなぜね、私だけがちょっと。ありがとうございます。ね、ロケットだよね。本当に怖い、横通るとき。礼拝堂でのお勤めで忙しいのに本当にありがとうございます。大司教様がいつもおっしゃるのも納得しました。なんて、うん、はあ、オフィリアさんもリアーナ様も自慢の娘だと。ああ、そんなこと言ってんだ。まあ、大司教様が。ええ、何度もお聞きしましたよ。さあ、坊や、オフィリア様にお礼を言いなさい。いい話だ。大事にされてんな。ありがとう、お兄ちゃん。お兄ちゃん、ちょっちゃった。お姉ちゃん。やべ、属性モリモリにするとこやった、オフィリア様を。どういたしまして。もう剥がれちゃダメですよ。ペコリ。これもスキップはできるな。こうボタンを押してるとこうスキップボタンが表記される。ありがとうございます、大司教様。このご恩はいつか必ず。はあ、なるほど。あ、誰もいなくなってる。
そこの神官様誰だ？ねえ、綺麗なマップも早く旅に出たい。はい、はい、何でしょう。はじめまして。ヨーセフ大司教様どちらにおられますか？この人は危ない人じゃないよね。あの、失礼ですがどなた様でしょうか？ああ、あ、失礼いたしました。レオニエル商会のマティアスと申します。誰？ヨーセフ大司教様とは懇意にさせていただいております。あ、もう商会の方でしたか。はじめまして、オフィリアと申します。おお、あなたがオフィリア様ですか？お噂は金々に伺っております。なんかこの人うさんくさい。オフィリア様とリアナ様は大司教様の優秀なご息女だと。近寄ってきてる、怖い。そしてリアナ様は今回の式年奉火で聖火の運び出をお勤めになるとか。そこで旅の支度などをご用意するため私が呼ばれたというわけです。ああ、なんだ、変な人じゃなかったか。ありがとうございます。そうだったのですか、ありがとうございます。いえいえ、教会の方々を支えるのも信徒の務めですから。大変です。え、オフィリア様、なになになに、そんなに慌ててどうされたのですか？は、はい。ああ、ヨーセフ大司教様が、大司教様急にお倒れに。まあやっぱりそうか、四季の香りがプンプンしていました。大司教様が？わかりました、すぐ参ります。マティアスさん、申し訳ございませんが。いえいえ、私のことはどうかお気になさらず、大司教様のもとへは早くお戻りください。おにゃーありがとうございます。では失礼いたします。でってこでー。ん？なんだ、意味深だな、この。なんだ、意味深だな。もうパパ死んじゃうのか。落ち着いて、オフィリア。あ、こっからボイス好きだ。お水飲もう。よいしょ。ごめんなさい、リアナ。それで、大司教様の具合は？よろしくなくて。今は安静が必要です。どうかお騒ぎにならないよう。なんだろうね。は、はい。リアナ。はい、式年奉火を、聖火を。もう儀式は必ず成功させます。ですから父様はご安心ください。そうか、父様、父様死んだ、死んだってなくない？ご安心ください、お眠りになっただけです。あ、なんだよ、じじい心配させやがってよ。リアナ、リアナ様、大丈夫ですか？死んだ。私は大丈夫です。紛らしいよな、死んだかと思ったよな。少し外の風が入ってきます。リアナちゃん、パパの心配、パパのことが心配なんやな。リアナ、でも式年奉火もやんなきゃいけないしな。いっぱいいっぱいエブリデイって感じか。リアナ、非常に振る舞っていたけれど、はい、心配だわ。様子を見に行きましょう。気持ち、だってボイスの音量だけちょっと上げるか。この分オクトパストラベラー、オクトパストラベラー、こんぐらいかな。とあげました。ねえ、いい
声、オフィリア様。あれ？でも、マッチマークが外に出たのか。ロストランド地方。冒険街になってるわ。酒場もあるんだ。わっ、すげえ。これはこれは。あら、さまがってるんだけど、さらに北にあるノースリーチはもっとさまいわよ。あの奥に人がいる。なんで隠れてるの。ここになんかあったりするのかな。なんもない。街並みがすげえ。なにこれ。あ、セーブだ。しとこしとこ。すごい、このゲーム。はい。すごい酒場だ。こんにちは。総本山さん。飯は食えないんですか。食えないっぽいな。うち棚とかあると。あ、なんか始まった。びっくり。なんか 2D なのに立体的なの、めっちゃ不思議な感じする。めっちゃいい景色だね。あ、ごめん。あ、やばいやばい、スキップ仕掛けた。リアナ、オフィリアでも成人してるもんね。はじめまして、きついのかなたさん。初めてのオクトパストラベラーなので、温かい目で見てください。オフィリア、いっぱいいっぱいなんだよね。 HD2D マジでめっちゃいいな、これ景色。あ、どうした。リアナ。あ、どうしよう。泣いてんのか。父様が、父様が。あ、飛ばしちゃった。リアナ、私、父様のことを思うと心配で心配で胸が張り裂けそう。あー、めっちゃいい子や、リアナちゃん。 でも、私が取り乱してしまったら、みんなを失望させてしまうから。めっちゃプレッシャーの中で生きてるんだ。もうすぐ式年放火の儀式に旅立たなければいけないのに。あんな状態の父様を置いていくんだって。そうだよね、実の父だもんね、リアナちゃんはね。オフィリアにとっても大切なお父さんやけど。落ち着いて、リアナ。ね、マレちゃんが代わりに行こうか。何も分からんけど、ちょっともう15年も前のこと。あの時私は繊細で、家族を失い一人ぼっちでした。オフィリア、私頑張れます、やります。さあ。お、オフィリア、今日から君は私たちの家族だ。この子はリアーナ、私の娘だよ。私リアーナ、よろしくお願いします。わあ、おみしいり。ん？オフィリア、どうかしたの。オフィリアね、とても悲しい思いをしたんだ。まあそうだよな、家族失った後だから繊細だろうな、ことさら。この年代の女の子ってもともと繊細だもんな。だからリアナ、さあ、私とお前とでオフィリアを元気づけてあげないとな。はい。かわいい。父様よろしくね、オフィリア。はあ、そういう経緯で来てるんだ。かわちい。大司教様の家に来てから数日、私は部屋にこもりきりでした。あ、そんな私を外へ連れ出してくれた、
それがディアーナだったのです。女王だ、太陽だ、ディアーナ。ねえオフィリア、ずっとお外に出ないでいいの？わあ、マルちゃんも引きこもりだからな今。耳が痛い。そうだ。一緒に来てほしいの。あ、連れてかれる。え？ねえ、まるちゃん、ずっと家に引きこもってていいの？あ、そうだ！ザッ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 、眩しいよ。どこに行くの？あ、その裏から上に行けんだ。あ、思い出の場所というか、もう少し、お気に入りの場所なんだね。あともう少しだから。思い出の地だ。大聖堂がよく見える。ここは私が一番好きな場所だから、オフィリアも好きになってくれるといいなって。尊いなこの姉妹。綺麗。綺麗よね。でしょ？私のお気に入りの場所だもん。わあ。お気に入りの場所で、二人にとっての思い出の場所だね。はい、オフィリア。これあげる。なんだ、虫った草か。だからね、一緒に遊ぼう。ダメ？オフィリア、泣いてるの？泣いてるの？草はダメか。泣いてないよ。どういう気持ちなんだろう、この時のオフィリアって。そっか、よかった。これからもよろしくね。心に絶対ぽっかりとしたっていうか、巨大な穴が開いてるもんな。この年で家族を失うって、戦争で。うん、ありがとう、ディアナ。ディアナ、どういたしまして。それにね、あー、あの時の私は、自分は不幸なのだと決めつけていました。でもリアナが連れ出してくれたから、立ち直るきっかけができたのです。ねえ、そこに入り込んできてくれたリアナとパパ。ああ、今度は我々が救う番ですな。取り乱しちゃってごめんなさい。私はもう少し父様のそばにいるわ。はい、押してあげてください。ヨーセフ大司教様が倒れて一番不安なのはリアナなのに、それを周囲に悟られまいとして、強い女や。ワレちゃん、なんとかしなきゃ。明日はリアナが儀式のための種火を原初の洞窟へ採火しに行く日。もし種火を持ってきてしまったら、リアナは旅に出なくてはならない。大司教様と離れて。でも、もし別の人が採火をすれば、その人が式年奉還を行うことになる。勝手に原初の洞窟に入ったら叱られるだけじゃ済まないでしょうけど、あー、やっぱりオフィリアが変わろうとしてる。
私がやるってなってる。やりましょう。ああ、やりましょう、ユータは。原初の洞窟がある場所は町の近く、東の丘の中腹ですね。右側ね、東ってこと。あ、冒険だ。お、はい、セーブします。セーブ忘れるんだよな、マレちゃん。あのセーブポイント近づいたらめっちゃセーブあってみんな言っていいよ。なんか売ってる。どうも。どうも。どうも。どう。返してはくれないのか。ああ、宿やね。道具屋さんだ。こんにちは。おお、でも2500円持ってる。金持ち。これ、あ、でも3個持ってんのか。とりあえず、いらんかな。あ、行き止まりかと思ったけど、行き止まりではないけど、行き止まりだったわ。こっちからか。すごいな、めっちゃ。私、天空の花嫁のマップもね、結構好きだったんですよ、セプシー。これ、上書きでいいのかな？なんか選択肢とか出始めたら、上書きじゃない方がいいんだろうね。24までか。多分、分かれていきそうだもんな。戦える？マレちゃん。あ、導くレベル1で連れてくる。ガキなら連れていけるんちゃうか。ちょっとガキを導いてみようぜ。あ、ガキ導けないや。ガキ冒険連れてこうかと思った。何このお家。怖ー。なにーこれ。なにー。え、モブ一人一人についてんの。てか、怖え。こんなとこに、なんか、牢獄置くなよ。怖えー。なんか見ちゃった、見ちゃった、見ちゃった。あ、セーク。よいしょ。なんか連れてきた。え、でもいらんくね。だってマレちゃんも新刊じゃんね。導かれしガンキどもではなかったね。待って、火星回数って何？あんまホイホイ。あれできないってこと？パワー系欲しくない？新カンパやないこれ。何人まで連れてけるんやろ。乱れ打ち。あー、なんかいいんじゃない。あ、一人だけ。あ、しかも9回まででしょ。ちょ、とりあえずこのまま行くか。これ多分あれなんだろうな、9回までしか導けない気がするので、ちょっと軽率に導いちゃったわ。やってみましょうか。これが聖火の羽火。男女は原初の炎より再会を望むものか。イエスサー。さあ、イエスサー。ん？え？この声は。すごい、コントローラーブルブルしてる。我は原初の炎を守護せし者。えら、ん？運び手とならんとする者よ。その資格、ここに示せ。いいね、BGM 全部。私、いや、でもグラフィックが素晴らしいわ、このゲーム。あなたも負けません。ちょっと、負ける負ける。負ける負ける、こんなの。無理無理無理。ちょっと待って。とりあえず加勢させるか。あ、ウィークだ。ナイス。それでは、あ、とりあえず殴ってみるか。あ、ウィークだ。痛い。
それがすぎんだろ。行きましょう。では行きます。これでミイクのブレイクできるでしょ。行きましょう。聖火騎士くんないっすよね。戦おうか。はっ。いや、兵器がいるレベルのデカさだよね、これ。聖火の力が強い。なんそれ。頑張ります。でも次もマレちゃんのターンだから一回回復するか。わあ、むず。一回回復しよう。傷を癒したまえ。ナイス。おお、一回やるな。頑張ります。まだいてもらうぞ。ナイス。いつ。あ、でも耐えられそう。それでは、では、行きます。これでちょっとブレイクさせるか。ナイス。行きましょう。これでどこ行くんや。うわぁ。ちょっとどれぐらいなんだ。1! それでは。回復するか。いや、もうちょっと回るか。てか、ちょっと魔法攻撃もしてみたいな。聖火の光、輝きたまえ。光はない、そんな。ミユクちゃん、あはー、どこ行くねん。お前。それでは。火星呼んで、で、回復するか。それでは。傷を癒したまえ。ウィークしたいな。はい、ブレイクしよう。ブレイクして。でもなんか魔法の方がダメージ出てたな。確かに単体でラピッチしてください。やってみるか。光。あ、だよね、ダメージでかいよな、こっちの方が。あー、どこ行くねん。それで、いい火力だね。この人はウィーク取ってもらうために呼ぼう。頑張ります。強ない、この味方。一回火力入れよう。傷を癒したまえ。はいはいはい、すぐ帰るんだから。え、何、ちょっと待ってくれ。残り3ターン。これ全体にやるか。それピー、立て。おい、あー、どこ行くねん、マジで。ちょっと待ってくれ。行きましょう。まずい。お前まず帰ってこい。帰る。そっちじゃない方を戦ってほしいんだかな。このデカブツを眺めてほしいんだけど。それでは。これで。いや、ウィーク取れないのかな。まあ、いいか。ちょ、殴ってみるか。聖火の光、輝きたまえ。やりきれない。聖火の力が集まる。うわー、行きましょう。ウィーク取りてー。あー、これは厳しいぞ。つながって、あ、でも、あ、これ残り1ターンとか喋ってたからな。ちょっと分からんけど。いいよ。お前いいとこ取りやがって。お前めっちゃいいとこ取るやん、こいつ。あ、勝てた勝てた、よかった。ドキドキした。ナイス一戦ちゃうねん。
あるね。これがエルフレック神がもたらした星の炎。なんて美しいんでしょう。本当に夜空に輝く星のよう。オフィエリアよ、何時を聖火の運び手として認めよう。わあ、あれリアナ一人で行くの大変なじゃないこれ。階段の最下塔を手にせよ。ああ、このランタンみたいなやつか。最下塔これですね。おお、眩しい。これが式典放火のための神器、最下塔。リアナ、勝手な真似をしてごめんなさい。でもお姉ちゃんが、お姉ちゃんなのかな、私が代わりに持っていくから、あとは大司教様に。ああ、帰ってきた。すっ飛ばして。リアナ、大司教様のご容体は。オフィリア、今は寝てるわ。だいぶ落ち着いたみたい。それよりもオフィリア、どこに行ってたの？オフィリアお姉ちゃんとマルお姉ちゃんが頑張るから、リアナはそっとそこでな。マルちゃんがオフィリアと一緒に旅してくるからよ。実は、リアナ、実は話したいことが。リアナ、オフィリア。ああ、父様、パパ、大司教様。すまない、二人とも心配をかけてしまったようだね。そんな顔するな、リアナ、私は大丈夫。説得力皆無だよ、パパ。父様、よくないね。それよりリアナ、式年放火の準備はできないミュー。あんなに思い詰めた顔をして。リアナ、あの大司教様、お話があります。でもリアナにその話を持ってきた何か理由はあったのかな。オフィリアじゃダメだったのかな。なんだね。なんだね、オフィリア。お願いです。式年放火の儀式、私にやらせていただけませんか。オフィリア、それは。オフィリア、洞窟に行ったの。オフィリア。ああ、はい。許可なく原初の洞窟に入ることが禁じられているのは知っているな。はあ、はい。オフィリア、どうして。リアナ、オフィリアと二人で話をさせてくれないか。まあ多分ヨーセフ大司教は気づいてるな、パパは。どうしてオフィリアが言ったのかって。安心なさい、オフィリアを咎めるわけではない。わかりました、お願いね。わあ、冷てすぎるだろ。なんだこれ。大きな怪我はしていないようだね。ああ、フルボイスだ。はい。ろくな準備もせずに洞窟に行ったのだろう。まったく無茶をしおって。申し訳ございません。オフィリア、お前は本当に優しい子だね。大司教様、原初の洞窟に行ったのは私とリアナのためだろう。ほら、やっぱりパパは気づいてんだ。みんな優しいな。お前が儀式を行うようになったことは私から教皇聖火にお伝えしておこう。その心構えと手順はリアナに聞くように。時間は少ないが、お前なら大丈夫だろう。大司教様、お前の優しさは聖火のようだ。そして
本当に温かい。大司教様、私は、オフィーリア、私は君を引き取るときにある夢を見たのだ。夢ですか？ああ、君が聖火を携えてやってくる夢だ。今思えば、あれは予言だったのだな。ヨーセフさん。リアナは本当によくできた娘だ。大司教の娘として期待に応え続けてきた。はい。だが、その期待に応えようと無理をしてしまうところがよくある。そうですね、抱え込みすぎちゃうタイプだね。リアナには言っていないが、私はおそらくもう長くはない。パパ、大司教様。そうなんだ。いや、自分の体のことだ。誰よりもよくわかっている。やっぱなんか大司教様ね、一般の人とは違った力があるから、まさ夢というか予言というかね、あったのかもしれないね。大司教様、これからもリアナと二人仲良くな。お前たちはどちらも私の自慢の娘だ。大司教様。いいえ、父様。うわあ。ありがとう、オフィーリア。なんだこれ、泣きそうなんだが。奥歯食いしばっちゃった。それじゃあリアナ、行ってきます。なんか人と人のぬくもりみたいなのがある作品だね。確かに。オフィーリアも気をつけて。今日は父様の具合も良かったみたい。あぶねえ、泣くとこだった。奥歯グッしたわ。奥歯グッギャンしたわ。自分はオフィーリアを見送るんだってずっと聞かないんですもの。あーマジで、もうやめて、泣いちゃうから。奥歯またグッギャンしないかよ。だいぶ元気になられましたね。ブレイクされるところだった。あぶねえ。エリカンソンさんかな。こんばんは、ゆっくりしててね。マジで今めっちゃいい話見て、あの奥歯ギュンってした。いや、ここでのね、そこはね、あの大司教様だったのに、ここでの父様呼びはね、マジで本当に奥歯がギリギリしたわ。私、オフィリアに謝らなければいけない。あ、リアナ。リアナ、 BGM よ。意識に行くと言った時、一瞬ほっとしてしまった。ああ、もう任せんさい。ちょっとマレちゃん、メリケンサック携えてくるからさ。これで父様のそばにいられるって。な、記念グッズにメリケンサック出す女ですよ。舐めた口を聞かないでもらって。私のために危険を犯したのに。オフィリア、ごめんなさい。いや、とんでもない。任せろ。本当にしないで。私こそ勝手をしてごめんなさい。オフィリアとマレちゃんの冒険だから、二人で一緒だから。今ならオフィリアの優しさがよくわかる。なあ、なんて、なんて素敵な。おい、やめろよ。他の誰でもなく、あなたが変わってくれた。お、やめろよ。こんなに嬉しいことはないわ。泣いちゃうだろう。おい、本当に泣いちゃうだろう。危な。おい、ありがとう、リアナ。最終回じゃん。やばい、やめてくれ。その技は俺に聞く。セントブリッジ、ゴールドショア、そして最後にここフレイムグレイス。うん、奥歯ないなるわ。擦り切れちゃう。それぞれの町の聖火に注ぎ火を行うのが式年放火の儀式ですね。注ぎ火ね。
いや、エンディングだよね。長い旅になるかもしれないけど、何かあればすぐに助けに戻りますから。お願いします。お願いします。いや、お走ってください。ありがとう。オフィリアも気をつけて。まずはリバーランド地方にあるセントブリッジの町ですね。はい。では行ってきます。聖火のお導きがありますように。ありますように。聖火のお導きがありますように。味わい深い。なんだこれ。かくして新刊オフィリアは旅立った。20年に一度の新年、式年奉火の儀式、必ず成し遂げる。愛する家族のために。彼女にどんな運命が待ち受けているのか、今は誰も知らない。ああ、おお、旅立ち。他にも7人の仲間たちが出会いを待っています。まずは仲間がいる町に行きパーティーに加えましょう。人数が増えればバトルの戦略も大幅アップ。あー、はいはいはい、そうだね。確かに一人だとちょっとしんどかったよね。集中砲火だったし。